はございます。おはようございます。おはよう。今日は病院です。今日は病院ですね。緊急です。緊急こう心配するからいやもう最後ですよ。最後だね。やばくない？あの女の先生ね、めっちゃいい先生だったよね。めっちゃいい先生です。めっちゃいい病院だった。で僕あの先生が眠そうじゃないところ見たことない先生めっちゃ忙しいからね。先生忙しいんだろうね。産婦人科足りないだろうし。そうなんですよ。私が言ってる産婦人科多分なんていうんだけど、女の先生が来てくれてるみたいな。あーそうなんだ。先生の病院っていうよりかは、うん、いろんな病院掛け持ちしてバイトね、バイトみたいな感じの先生だから、臨時の先生とかいうのかな、なんかわかんないけど、まあそんな感じか。女性のね、先生で、うん、いつも見せていただいてたんですけど、まあなんかそこで、あの先生にそのまま撮ってほしかった。最後まで、そう、最後までそれやってない先生だもんね。そう、やってないんですよ。すごい好きな先生なんですけど、最後、今日はね、最後というセミオープンでね、まあ皆さん知ってると思うんですけど、セミオープンで私は行ってるので、もう次からはもう産院で、出産する病院で、うん、見てもらうことになるので、だいぶ大きくなったね。だいぶ見た目が結構ね、もうそこから見て、うん、いいね。そう、分かりにくいって言われるんですよね。分かりにくい。まあそのマタネティウェア着てないからねそう、嫌なんですよ。ちょっと可愛い、やっぱり、うん、マタネティだけど派手な可愛いのが好きなので、うん、こういう系でいつもこのワンピースだけど、うん、まあそれしか着れないもんね、もうそう、これしか着れない。ジーンズ履くわけにいかないからね。そうなんですよ。っていうのでこればっかりで、だんだん寒くなってきてさ、ね、もうT シャツさえいられなくなってくると思うけど、ということで、はい、今日はあのお弁当をまずね食べて、時間もちょっとないので2人でましょう。お弁当食べていきたいと思います。はい、レッツゴー。テンテテテンテテテンテテテテテンテテテテンテンインスタンゲン、早く着替え、おうちを出るぞ。テンテテテンテンインスタンゲン、イスゲンイスゲン、早出るぞ出るぞ出るぞ、つま足が遅い、出るぞ出るぞ、つま足が遅くて遅刻です。はい、病院に着きました。何やりましたはい、ということで今体重、あ、どうでしたか。 57.85。 病院はさ1キロ減らされてるからさ、そうね、そうそうそう、結構減らすね、そうそうそう、結構重めの服を着てる。そうなの。冬とかは多分あれだけど。じゃあみんなあの体重減らしたいときは、うん、あのすっげえ薄着で病院行けばいいな。そうなの。でこれがもう捨てちゃうの、袋。可愛いでしょ。見つけた。あ、いいね。多分ゼクシーのやつなの。旦那さんと結婚したときに入ってたやつなの。そう、ずっと撮ってあって、だからちょっと汚いね。多いじゃん。そういや、これエコー写真ここに載せてたらさ、エコー写真ボロボロになっちゃった。ミスった。そう、ミスった。入ってないじゃん。今お預けしてるから。あ、そうか。うん。大きくなってるかな。どこどこに変わってるかな。変身。なんか髪の毛いい感じじゃん。うそ。ちょっともう綺麗にいかないかと思ってね。かっこいい。なんか北国のほら。かっこいいじゃん。もう最後だから何する。最後だから検診と、あと多分経緯もあると思う。下から見るやつ。うん、でどれくらい。なんだろう、赤ちゃんの距離とか遠いか近いか、ね、うんうん、まあでももう大丈夫ですしょ、ね、まあね、多分何ヶ月？9ヶ月です。どの週？まだ1週2週ぐらいなったばっかり。あと月10日で生まれない。そう、11ヶ月ぐらいで生まれるんでしょ。うんうん、ちゃんと50何日か、うん、あ、そう、本当にそう、さすが計算だよ。偉いですね次の病院はいつだ。まだ予約してない。今日で、今日終わって予約しようかなと。ああ、何週目に、何週後に予約したらいいか分かんなくて、うん、多分2週間後ぐらいに。なるほど。その時は爪も取らないといけません、うん、はい、結構覚えてます。2週ですね。赤ちゃんの頭が下ですね。それから、お母さんの左側がお母さんです。心拍も安定してますね。性別はもう確認されてますね。女の子。今日も変わらず今男の子なんてなかった。赤ちゃんの羊水ですね。羊水の
何もなかったね。はい、でも病院代が高すぎてびっくり。なんか9000円とか請求されたんだけど、うん、何もないと高いよね、病院って。高いよ。だから実費、なんか保険があったのが200円だったけど、うん、で、しかもあの薬代、うん、800円で、ね、全部で1万円ぐらいだ。で、なんかよくわかんないやつが8900円。何、うん、マッサージ代なんだけど。じゃあマッサージ行きたかったね、うん、だって何もないもんね。そう、しかもなんかうちの母さんがなんかいちいち病院に行かなかったらしくて、うん、その気持ちもちょっと分かった、うん、高いもん。毎2週間に1回病院に行ったの普通だと思って、うちの母さん行かないっていう選択肢面白いなと思って。確かに健康なら、もう健康かどうか分かんないじゃん、行かない。そうそう、一応ね、お腹の中だからね、見えないから怖いよね。そう、まあいいんじゃない。まあいいか、見てくれてありがとう。だってこれでもっと何かあったらもっと高いもんだろ。帝王切開ですとか。そうだね、なんか。でも帝王切開はあれですか、保険が保険が安いんですよ。あ、そうなんだ。むしろ。むしろ安いですよ。保険が。じゃあ、あれこれは帝王切開だーって病院で言うときに。これは帝王切開に違いない、保険適用だ。高いんですよね。いや、子供だけでもこんなにお金かかるんだと。産むだけでね。しゃあないね、自分もね、そうだと、こちらもそうだったと思うけど、うん、お母さんがお金払ってくれて、自分が出てくるまでも、うん、ね、まあ、健康じゃなかったからよかったよ、ね、しゃあないな、うん、まあ、なんもなくてよかったね。本当に本当に、はい、なんかね、定期胎盤とか言われたりとか言われてたけど、うん、一生健康です。そのね、そのままね、何もなく、も今からひっくり返ったら、なんかもう超大変って言ってたから、うん、もう大丈夫です。大きさ的に多分無理なんだろうね、もう回転が、うん、あとはへその方がこう巻きついちゃったりとかしないように暴れまくってさ、暴れてるからね。そう、すごい暴れてるから、それがないように祈る、もう祈ることしかできないね、うん、こっち何かすることある？動いちゃダメだよって。ああ、言うことしかない。あと早めに喋るんだよ、ね、今の間から勉強しとくんだよ、トークをね、喋りかけないといっぱい、うん、名前決めないと。あ、そうだよ、考えよう。ということで、そんな感じの一日でした。お付き合いありがとうございます。ということで、今日はモンブランを買ってもらいます。本当はね、アップルパイが食べたかったんだよ。アップルパイ売り切れてた、うん、アップルパイマジ美味しい。多分マジ美味しい。スタバのアップルパイうまいね。あと店によってアイスクリーム乗せれたり、どこの店でもホイップは絶対乗せれるから。スタバが緑がね、買ってくれて、うん、なんか差し入れで、うん、で食べたの初めて。めっちゃ美味しくて、お店で食べて温めてくれてめっちゃうまい。あ、絶対美味しいやつ。リンゴがしっかりしてて、うん、めっちゃ美味しかった。リンゴはね、